ハエトリシメジは、原竹目キシメジかキシメジ族の日本特産のキノコである。このキノコを火に炙り水に浸したものにハエに対する誘引性と殺虫性があるので、ハエトリに利用していたことからこの名前がある。種名のムスカリウムもハエに関するに由来する。名前から毒キノコのようにも思えるが、 ハエにとっては有毒であっても、人にとっては、旨み成分のトリコロミン酸を含み食用になる。ただし、ハエトリシメジには、類塩体のイボテン酸も含まれる。このイボテン酸もうまみ成分であるが、テングタケやベニテングタケにも含まれる、毒成分であるため、ハエトリシメジを大量に食べるべきではない。食べすぎると、悪い酔い状態になることがある。 天狗竹も同様にハエに対する誘引性と殺虫性があることから一部地域ではハエ鳥岳と呼ばれる。秋に主にコナラなどの紅葉樹林内の地表に群生、または耕生する。傘は直径5センチメートルほどで炭鉱色の地に暗緑色の繊維紋があり、中央がとがある。肉は白くもろい。胞子は白色楕円型で。 大きさは約64マイクロメートル。ひだは白色から単光色で密。柄は白色で細長く7センチメートルほどになる。トリコロミン酸は1964年に竹本常松らによってハエトリシメジから単離され命名された物質。しかし完全に無毒であることが確認されていないため、うま味物質としては利用されていない。ありがとうございます。